私は多少あったかもしれません。まあ、あの鹿島さん次第ってのありますけどね。悔しいです。頑張れフロンターレ。アントラーズは勝つんで絶対だから、まあ川崎の結果をしても、まあ、優勝することには変わりないんで。勝つぞ優勝するぞ。青木選手、ね、長年鹿島で15年間やってもらって今までありがとうございました。アントラーズ頑張れ。優勝するぞ。やっぱりこういうタイトルかかった試合はあまり落とさないなと僕自身は鹿島の印象としてありますし、まあ、最終的に、優勝かかった試合で勝てば優勝という試合を演出できましたし、またその試合でしっかり勝つことができるのも、まあ、鹿島らしいなとは思います。